おはようございます。速稼塾の久保です。本音で生きるという本がね、本当にこうなかなかいい本だったんですけども、私もね最近はね、本音で生きることによってどれだけの効果を生むのかってことをね体感してるんですよ。まあ、まずはね言動ですよね。自分の思ったことを言葉にするっていうのはなかなか難しいことだと思いますけども、それっていうのはね非常に大事なことだなと思うんですよ。そして言ったことをやってみるってことね、これなかなか難しいと思うんですけども、自分の人生が本音じゃないってことの悲しさっていうのはね、皆さんも噛み締めてると思うんですよ。で、私はね、一つでも多く本音で生きることを続けていきたいと思うところなんですよね。で、今台風のね、19号が来ております。各地でね、被害が予想されることと、かなりね、今回は大きな影響があることを私もね承知しているんですが、まあ、おかげさまで私の住んでるところは強風というほどの強風はなくて過ごさせていただいております。まあ、いろいろとね、住みにくい世の中といいますか、天災があったりね、お金の問題があったり、人間の問題があったり、いろんな問題があると思います。まあ、私はですね、その問題が一つでも多く解決できればなという思いを込めてこうやって放送を続けているわけなんですけども、ただね、私のやってることをねよく思わない人もいるんですよ。で、それはもう仕方がないですね。私がね放送しなくて黙っていれば、自分の周りに自分を気に入った人だけ置くことができるでしょうけども、でも多分ね、私は言い過ぎてなかったら自分にはねすごく影響力と牽引力と決断力とか力があると思うんですよ。で、力がある人がそれを使わないっていうのも、これもまた罪だなと思うんですよね。これはマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの言葉にもあります。最もね、悪いのは暴君の圧力とか暴力ではないと、善人の沈黙だっていうことなんですよ。これどういうことかっていうと、力がある人がその力を社会のために使わないこと、自分がね、力がある人って自分一人でこじんまりとまとまっていたりとか、まあ、私隠居みたいなふざけたことやってますけども、隠居って言っても社会に出ずにね、自分のうまくいく小さいところで、こっそりと暮らしていくこともできるんですよ。これがね、いわゆる賢い人って言われるらしいです。政治の世界にも出ずに、社会にも出ずに、ひっそりと豊かに過ごしていくっていうのがね、賢い人って言われるそうです。でもちょっとね、バカな人っていうのはもうね、おせっかいなんですよ。人にいろんなものをね知らせたくてしょうがないんですよね。でもそれが私の本音っていうものだったら、まあしょうがないなと。自分のこのね、内側から出てくる欲望が誰かに何かを伝えたいとかね、少しでもお役に立ちたいという気持ちがあるんだったら、これからもね続けていこうかと思うんですけどもね。まあお耳汚しの面もあると思いますけども、久保哲郎が気に入らない方とかね、久保哲郎がもうねどうしようもないやつだなと思う方は、まあこうね、YouTube っていうのは無理に再生しなくてもいいですからね、私のメールっていうのは無理に読まなくてもいいですから、こっそりとね退場していっていただきたいと思いますし、実際そういう方は結構多いと思うんですよね。はい、それでですね、まあいろいろと申し上げましたけども、ここでちょっとね皆さんにお知らせしたいことがあるんですよね。実はね、これ最後のお知らせになりますんで、ちょっとねご容赦いただきたいんですけども、私例のやつっていうプロジェクトに参加してまして、この3ヶ月付きっきりで私が紹介した人への責任を果たそうと思ってね、毎日のように連絡をして新しい情報を更新して、そしてね入金の遅れてる方には私がもう最前線に立ってね一人一人対応してきました。で、あと2人ということになりました。もちろんね、私に連絡くださってない方もいるんで、なんとなくねどうなのかなと、私に連絡くださってない方とか知らない方まではとてもねちょっと対応できないんで申し訳ありませんけども、一旦ねここら辺で例のやつへのちょっと発表をどうしようかなと思ってるんですよ。それがね、ちょっとこれはね発表していいのかどうか分かりませんけども、一つね、私にすごく考えさせられるようなねメッセージがありました。それはですね、久保さんは紹介者として紹介報酬をもらってるんだから、きちんと対応してくださいということなんですよ。いや、私ね3ヶ月100日にわたって毎日のように会社との折衝、それから資金の問題、しまいにはですね、途中でも何回かお話しましたけども、損害が出た場合は私の資産を持ってお支払いすると、これ私紹介1000人出してるんですけども、1000人の方のトータルの資金を私から見えるわけですよ。だいたい2億円になるんですよね。2億円が私の紹介から集まってるってことになりますけども、ちょっとねそれを担保できる形ではあるかなと私は思ってるんですよ。まあそういうのも込みで、もしねお金が入らない方がいたら、まあ、私は紹介者の責任として、まあ、私が弁償しますよっていうことも個別連絡したんですけども、どうもねそこまでしても久保さんはねやることをやってないというらしいんで、ちょっと私はねこれを退会しようかなと思ってるわけなんですよね。もうこれはやってらんないなと
うん、まあそういうこともありますんでね、皆さんもぜひね、紹介を出すのは大変だと思いますし、自分の資金をね預けるのは大変だと思います。あと同時に人のことがよく見えるんですけども、じゃあ自分だったら何ができるかなってことをやっぱ考えていくときに、どのぐらいのね自分は責任を負ったような行動とか、それから自分の言葉っていうのはどのぐらい責任取れるかなってことをね、やっぱちょっと考えていくときに、まあ私は常々言ってますけども、その例のやつからの収入っていうのは私のねポートフォリオの一部なんで、明日なくなっても全く困んないんですよね。まあですんでその辺も鑑みてですね、まあ確かになと、たった一人でも久保さんやることやってませんよという評価を受けるんだったら、まあ私はねそのネットワークビジネスをやる人間としては失格なんでしょうね。まあ、そういうことも込みでいい機会なんで、この辺でね私はもう、 こう退場ということにさせていただこうかなと思います。もちろんですね、いやいや待ってください久保さんと、久保さんがいるから私は資産ができたんです、安心して例のやつに取り組めているんです、まあ、久保さんがいないともう自分も辞めますとかね、久保さんのおかげでお金持ちになったのにもうねどうすればいいんですかみたいなことがありましたら、それはちょっとね聞き耳を立てようかなと思うんですけども、ここはね民主主義の原理として、私の放送を受け取ってる方がね、どうなんですかね、私がその例のやつの取り組みがね無責任なのかどうなのか、ちょっとねここで一回聞いてみたいと思うんですよ。もうそうは言っても久保さんと、もうピンチになった時だけなんか自己責任ですよみたいな言葉は使わないけども、皆さんは普段リスクヘッジしたんですかとか、余剰資金という概念を守ってたんですかってことを説教じみたことを言うのは、久保さんちょっと都合が良すぎますよ、それは自分の責任回避じゃないですかって言うんだったら、まあそれを言われることをねもう加味して、私はじゃあ俺が弁償しますよって話をいつもしてるんですよ。でもここまでもやってもちょっと責任を果たしてないと、きちんとしてないというね言葉をねいただいたんですけど、きちんとしてないということでしたら私のね無力感を感じるしかないかなというところで、もうこれはね私はねもうビジネスをやめて人にビジネスを進めることもなかった、ただその中でも私の保証できる範囲でね皆さん一人一人が豊かになることを望んでいたんですけども、どうもね私の行動はちょっとね、まあまあ反感を買ってるところもあるということなんで、ちょっとこの辺でね考え方を私も改めさせていただいて、まあ、当たり障りのない発信だけということにしようかなと思ったりもするんですけど、皆さんいかがですかね。これもだから私の情報を受け取っている方がどう考えるかってことをちょっと聞いてみたいかなということで、今回ね問題提起させていただきました。民主主義の原理は多数派に合わせるってことなんで、私も多数派、多くの方が喜ぶこと、多くの方が納得すること、多くの方が久保さん今日の放送良かったですよってものに対してずっとやってきて、だんだんコンテンツも年に例えばこれ2018年から始まってきたんですけど、今ADAコインなんて私やってないです、暗号通貨やってないですね。それはね暗号通貨の情報を求める人が減ったから、わざわざ暗号通貨の情報を外してきたんですよね。でそういう風にしてどんどんコンテンツを変えていくというのが速稼塾の運営の仕方でございます。2013年はねビジネスばっかりやってたわけですよ。で情報商材ばっかり売ってたわけですよ。やめて、アフィリエイトをやってきて、それからいろんなね内容を変えてきました。厳しい時もあったりとかやってきましたけども、今の皆さんの状況に合わせたものを民主主義で選んできたつもりだったです。大多数の方が選択しているものを私は提供していこうかなと思いましたけども、まあ速稼塾の中ではね、8割以上の方がこの例のやつに関わってましたんで、まあ多数派だろうとは思ってたんですけども、やっぱり民主主義の根幹としてですね、もう一つあるのは少数の意見も無視しない、耳を傾けるよと、少数の意見の中にも確かになと思うものがあったらそれを取り入れていくこともあるよというものなんですよね。で今回はですね、まあそういった、まあ、たった一人の方の意見だったんですけども、まあ、私のね無責任ぶりをね追求されたところもありますので、まあ、この声には耳を傾ける時期だなと思いました。そしてですね、私も責任を果たしてきたつもり、そしてですねきちんと行動してきたつもりだったんですけども、どうもそうではないと、もっとやれと、もっとなんとかやれって言われたんですけど、私はもう思いつきませんので、これ以上の責任が果たせないなということでね、退場を、例のやつからの退場をね、させていただこうかなと。確かにね、紹介報酬が結構ありますんで、まあ惜しいといえば惜しいんですけども、まあなくても私はもうやっていけますんでね、まあそれを、ここでね、実行する意味でも、なくても大丈夫ということね、いう意味でも、まあ今日中にでも大会の処理をしようかなと思います。ただですね、ただですよ、いや、久保さん。もうあなた久保さんは相当頑張ってきましたよ、そんなアップラインいませんよみたいな、久保さんがいなければ私の資産も担保できませんっていうね悲痛な叫びがあるようでしたら、そっちの方にも耳傾けないといけないですからね、ということでこういうふうにね意見が分かれると私も困っちゃうわけなんですけども、まあね困ることも承知で私は情報発信してますんで、まあドーンとお任せくださいその辺は。以上でございます。どっちにしてもね例のやつに関しまして、今までのようにね細かな発信をすることはなくなると思いますし、
どっちにしてもですね、どっちにしても私が退会するにしてもしないにしても細かな発信をすることはなくなると思います。まあ、そういう意味ではね、皆さん概要書面を読んでいただいて、事業説明会に行っていただいて、そして紹介を出すときはですね、覚悟して紹介を出していただきたいと思います。私のような人間でもこういう風になっていくってことなんですよね。まあ、そういうことでございますね。その他はね、しっかりと皆さんの役に立つ情報発信をしていくのはこれからも変わりません。それではですね、今日は本当にありがとうございます。昨日の突然のね、あの追加メールで驚いた方もいると思いますけども、まあ、日々私もね、頭の隅々まで使って、この体の隅々まで使ってやっているということでございます。そして昨日は私誕生日でございました。本当にね、たくさんの方からのご挨拶いただきましたけども、返信が間に合いませんで、もう失礼しました。ここでね、合わせてお礼を申し上げたいと思います。これからもよろしくお願いします。それでは失礼します。